ハノーファー96はドイツのニーダーザク選手、ハノーファーに本拠地を置く総合スポーツクラブ。ハノーファーの箇所はハノーバー、ハノーバーと表記されることもある。サッカー部門が特に知られているが、この他にバドミントン、体操、陸上競技、チェス、テニス、トライアスロン、卓球などのスポーツ部門を保有する。1896年4月12日、 ハノーファー市内の学生によりラグビーや陸上競技のクラブ、ハノーファーシャー FC1896 として創設された。1899年6月25日にサッカー部門が創設されると、1913年7月12日にサッカー、陸上競技、テニス、クリケット部門などと共に独立し、ハノーファーシャーシュポルトフェライン1896を 創設した。第二次世界大戦の前後にドイツサッカー選手権で2回優勝し、1963年に創設された、ブンデスリーガには2期目の1964から65シーズンから参加したが、1970年代から1990年代にかけては1部リーグと2部リーグの間を行き来するようになった。1991から92シーズンには、 DFB ポカール決勝で、ボルシアメンヒエングラートバッハオ PK 戦の末に下し2部リーグ所属のクラブとして初めて優勝を果たしたが、クラブ創設100周年を迎えた1996から97シーズンと1997から98シーズンはさらに下ブのレギオナルリーガーに低迷していた。2002から03シーズン24シーズンぶりに一部復帰を果たして以来、 2014年の時点においても一部に定着している。2009から10シーズンは2009年8月2日の DFB ポカール1回戦、レギオナルリーガーに属する SV アイントラハとト,トリアに1から3と敗れ、シーズン途中に正キーパーだったロベルト・エンケの自殺も重なり、最終順位も15位となったが、2010から11シーズンは開幕に連勝と、 コースタートを切り、2011年3月5日のバイエルン・ミュンヘン戦では3-1と金星を挙げた。バイエルンの追い上げもあり、最終順位は4位と UEFA チャンピオンズリーグの出場権は逃したが、エマヌエル・ポガテッツの加入もあり、2年連続でリーグ最多失点を喫した守備が改善したことで、大幅に順位が上がった。 ナシエッサー23ゾルク25アントン31ビマー28アルボルノス三シュベクラー27バカロルツ6ハラグチ10マイナ40ヒュルクルク24バイダント26中選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく括弧内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示す中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。